皆さんこんにちは、フラマティアンイラストレーターの斉藤直樹です。今回は国際交流基金ジャカルタ日本文化センターの企画第2弾で、インドネシアの皆さんから応募いただいた作品の中から1作品添削をしていきたいと思います。ベルリエンプトリさんの作品で、タイトルはヤクサとブタ。先生こんにちは、私は先生の YouTube のファンです。先生の動画はいつもとても刺激的で、私の絵を描くスキルを向上させてくれています。作品のタイトルのヤクサとは自然を守る精霊を意味する名前です。普段は親切だけど時々いたずら好きな精霊として知られています。この作品ではヤクサという名前のキャラクターが左手から放出するブタという黄色い精霊を使って日本の悪霊と戦っている姿を描いています。このブタというのは怖い顔で生き物を脅かしたりからかったりする悪い精霊です。私のイラストではヤクサは手に宿しているポンプから青い水と大きいブタを放出することができます。ヤクサは実験体2号としてこの大きいブタを操り、さらに小さいブタを周りに放出して広げていくことで強いパワーに変えて悪霊を捕まえることができます。添削してほしいポイントは、私の絵のスタイルはアニメ風ではなく、線画は太く粗く、胃の塗りでは物の陰影の境目に境界線を描くような塗り方をしています。普段は滅多に背景は描かないのですが、今回は全面にしっかりと背面を描いてみました。そこで難しかったのは、物が多く色も多い中で背景に奥行きを出すことです。また賑やかな背景の中にキャラクターが埋もれてしまわないようにするにはどうすればよいのか分かりません。もし添削作品に選んでいただけたら、今後もっといい作品を描くためにこの機会をぜひ役立てたいと思います。先生どうぞこれからもお元気でお過ごしくださいとのことです。はい、プトリさんご応募ありがとうございます。あとですね、これは補足までにですが、ヤクサとブタはインドネシアのバリなどで信じられているヒンズー教や仏教、ジャイナ教等に伝わる精霊の名前から取られているということです。その文化的な背景を持ったキャラクターが日本の街で戦っているっていうね、面白い設定になっているようですね。はい、まずですね、もう勢いがあってとても素晴らしいイラストだと思いました。設定もインドネシアの文化や信仰を取り入れられた設定になっていてすごく面白いので、他の文化圏の僕から見てもとてもね興味が惹かれました。それと絵柄についても、こういうね線を強調するような描き方、絵柄がとても味わい深くて密度があってね、すごく魅力的な絵柄だと思います。最高です。でね、今回の添削、どこを添削していくかなんですが、僕はいつも足し算だけじゃなくて引き算が大事だって言ってますよね。なのでもしかしたら今回ももうちょっと絵をすっきりさせた方がいいのかなって予想している人がいるかもしれませんが、今回はですねまるで逆のことを言います。はい、もっとやっちゃってください。迫力、密度、もっと出せるはずです。もっと詰め込めるはずです。もっともっと絵に全部を詰め込んじゃってください。はい、このイラストの場合にはもっとね過剰に足して足して足しまくっていった方がプトリさんの持ち味をさらに引き出せるような気がしました。どういうことなのか実際に絵を添削しながらお伝えしていきますね。まずですね、僕が最初に気になったのは絵から設定が伝わりづらいってことです。もちろんね、プトリさんの解説を聞けばわかるんですが、聞く前はこのですね上に浮いている黄色い生き物、これが主人公の味方なのか敵なのかいまいちわかりませんでした。それが判断つきやすい絵にしていくことがこの絵にとって一番の課題だと思います。で、じゃあこの場合は何が一番問題なのかっていうと、まずポーズですね。はい、こういうポーズにしたいです。ですね、ポイントなのは手の甲じゃなくて手のひらを上に向けたいってことです。するってとどうなるのか、まずはやってみましょうか。はい、まずね手のポーズを変えてみました。このねくるくる指紋のマークが可愛いので、これはね忘れずにつけておきましょう。で、なぜ手のひらを上に向けたのか、これね勘がいい人はもう分かったかもしれません。なぜでしょう、そこを考えながら見ていってくださいね。次は一旦こうします。
はい、地面の水を消しました。水はこの手のポンプを通じて歌を出す時に一緒に出てくるっぽいので一旦ね地面からは消しておきます。でね、核心部分を修正する前にもう一点調整します。こうです。はい、チェーンとアクセサリーを少し上に持ってきました。なぜだと思いますか？そうです、この手のひらのところに何か書くからです。何を書くでしょう？いよいよ核心部分に迫っていきますね。こうちゃいます。はい、この主人公のヤクサが従えている精霊ブタは彼の手のひらから水と一緒に出現していきます。なのでまずは彼の左手から水が発生しているんだっていうその瞬間を分かりやすく見せないと見ている人はこの水が何なのか分かりませんよね。変更前は、まあ、言われたら確かに手のひらから地面に水が流れているのだと分かりますが、これだとたまたま水が溜まっている地面に手をついているだけ捉え方もできてしまいます。どう見てもヤクサの手から水が発生しているんだっていう状況を分かりやすく表現するのがまずは大事です。でその上でこうです。はい、まだ途中ですけどね、どんどん書いていきますよ。はい、発生した水と一緒にブタも出現しているっていうことを視覚的に分かりやすくするためにこの手のひらから発生した水を上のブタまでつなげてあげましょう。そうすることでですね、このシュババ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 バポンってね、この水エフェクトに乗って黄色いブタが出てきたんだっていうことがこの水の奇跡を見るだけでも想像しやすくなるんです。さあでもね、これだけだとまだいまいち判断に困る部分があります。ひょっとしたらこの水のエフェクトで黄色いのを攻撃しているのかなっていう勘違いもされかねないので、それを防ぐために時間軸を利用しましょう。手からエフェクトを発生してからこの大きなブタが出現するまでのこの間の時間軸、この間がすっぽり抜けているからいまいち分かりにくくなっているんです。そこを埋めてあげます。こうです。ほらほら、どうでしょうか。手のひらから発生した小さなブタが上に行くに従ってちょっとずつ形状がはっきりと大きくなっていきます。そして最終的には黄色くて立派なブタになるんだよということをこの間の時間軸を埋めてあげることで、ああなるほど、この黄色い精霊はこの主人公の手のひらから発生した味方なんだっていうことが一目瞭然で判断できるようになるってわけなんです。さあちょっとね、他のブタも気になる部分があるのでそこも調整していきましょう。やってみます。はい、このね、手前のブタ、これはね、影に沈めてみました。こうした方が画面に奥行きが生まれて、より主人公に目が行きやすくなると思います。あとはもうちょっとですね、手から水が発生している部分に勢いが欲しいので、手全体を水エフェクトで覆ってしまうのもいいかもしれません。こうです。
はい、こうするとちょっと迫力が増した感じがありますよね。あと細かいですが、こういう迫力の出し方もありですね。はい、手の周りに飛び散る破片も追加しました。こうすることで手を中心にドンとねエネルギーが発生して周りに飛散していくような、そういう力の動きを描くことができます。でね、ちょっとこれだけだと破片の存在感が希薄なので、こうしてもありですね。はい、破片にね影をつけました。ちょっとしたことですが、こうすると破片の動きが想像しやすくなるので、迫力がねこれだけで出たりしますね。大事なポイントです。さて、これまで歌が発生する様を分かりやすく書いてきましたが、もう一点ダメ押しで分かりやすくした方がいいところがありますね。それがここ、このね腕のポンプの中の舞台ですね。これねよーく見るとわかるかな、この腕の中にもこの液状の舞台の元がいることがわかります。これがちゃんと生成されて、でこのように大きな立派な舞台になるわけなんですが、はい、さすがにですねちょっと見にくすぎるので、ここももう少しだけわかりやすく書いてあげると良いでしょう。書いてみます。はい、こんな感じ。このくらいはっきり書いてあげることで、ここからこうなって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 こうなるっていうね、そういう流れが分かりやすくなると思います。はい、若干ね腕の中の機構も少し形状を整えていきます。はい、こんな感じ。それとポンプと腕をつなぐこの鉄の部分、ここはですね黒いんですが、もう少しハイライトを加えて明るい部分を作った方が後ろの足との区別がついて形状が分かりやすくなるかもしれません。やってみます。はい、こんな感じですね。でね、ここから今日解説する2つ目の重要なポイントに移っていきます。ふとりさんが気にされているキャラクターが背景に沈まないコツですね。まあ、今までも特に沈んでいるとは感じなかったんですが、よりキャラクターを浮き立たせるにはこうするのがいいでしょう。はい、まずはですね影を追加しました。そしてその上でこうですね。はい、影だけじゃなくて光も強調して輪郭部分を明るく浮き上がらせるんです。ほらほら、見比べてみてください。これとこれ、これとこれ、結構ね浮き上がって見えるでしょ。より一層キャラクターが背景から浮き上がって見えるのがお分かりいただけると思います。でさらにダメ押しでこうしてもいいですね。はい、光と影の両線の部分、ここを濃く強調してあげる。そうすることで立体感をさらに強調することができます。これをやるとね絵柄が濃く主張が強くなってしまうんですが、ふとりさんの絵柄はこの濃ゆさ、癖の強さが売りでもありますから、躊躇することなくこういう手数を入れていっても大丈夫でしょう。さて、同じような手数を下半身の足の部分にも入れていきますね。こうです。
はい、こんな感じ。下半身と靴の部分にも輪郭に光を当ててあげて、背景から浮き立たせる工夫を施しました。これによってキャラクターは背景に埋もれることなく存在感を際立たせることができると思います。これはね、結構わかりやすくてお手軽な方法なので試しやすいでしょ。これ、さて、ここからは最後の調整になります。背景と雲が少し細かすぎてちょっとね、目線をちらつかせがちなので、もう少しだけシンプルな形状にしていきますね。はい、こんな感じ。あとは画面にもう少し勢いが欲しいので、このね、水エフェクト、これを利用して勢いを追加していきましょうか。こうです。はい、螺旋状の水エフェクトからこんな風に放射線状に伸びる水エフェクトも、これとかこれとかこれとかですね、こんな風に追加しました。放射状の勢いを追加すると、漫画でいうところの集中線の効果を追加できるので、勢いを出したい時にはおすすめです。あとはですね、この手前の螺旋状の水エフェクトが単色で、シンプルな絵柄の場合にはこのままでもいいんですが、ふとりさんの絵柄の場合、この水エフェクトにも一癖あっても面白いかもしれません。例えばこんな風に。こんな感じです。水エフェクトに追加するハイライト、このね、はっきり白く書いて、少しだけそのハイライトを濃い青で縁取ってみました。この絵柄にはこのぐらいやっても密度が出ていいかもしれません。さあ、さらに足し算、とどめの要素を足していきますよ。こんなのもありでしょう。はい、腕の周りにも力を使っていることを表現するために白いエフェクトも追加してみました。このイラストはね、動きとしては止まっているイラストなんですけど、こういうエフェクトをうまく使うことで、今まさにパワーを使っているんだっていうことが伝わって、なんだかね、躍動感を感じられるようになりますよね。はい、そして最後、ヤクサの顔の周りにも細かい飛沫を足してみましょうか。こんな感じです。やっぱりね、このイラストの主役はこのヤクサ、このキャラです。でもキャラの顔は小さく見える構図なので、よりこの部分に目が行きやすいように、こういう細かい飛沫によってなるべく視線をここに誘導する、そういう工夫も大事だと思います。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。ほとんどね、キャラの形状は変えていないんですが、勢いと密度がアップしたのがお分かりいただけると思います。元のね、雰囲気も相まって、結構ね、楽しそうなイラストに仕上がりましたよね。はい、今回の添削では、ふとりさんの独特な世界観を見ている人に伝わりやすく、設定を分かりやすくする方法についてお伝えしつつ、それと同時に密度をガンガン上げていき、足し算足し算また足し算、濃ゆくて癖があって魅力的な絵にしていく方法をお伝えしてきました。特にね、こういう勢いがあって楽しい世界観でカラフルで色に溢れているようなイラストって、無理にね、要素を整理してすっきり見せるよりも、ごちゃごちゃのままどんどん要素を足していった方が、見ている人に、おお、なんかわかんないけど楽しい、このイラスト惹かれるぞってね、ごちゃごちゃと楽しい雰囲気をそのまま伝えることができると思います。ふとりさんの絵から感じるパワーは、ふとりさんの持ち味、強みだと思いますので、ぜひその部分どんどんと伸ばしていってください。応援しています。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。